近くの私の出身地の能登のその酒屋で人員がちょっと不足してるということで、冬場働きましょうで、そこで入ったんです。10年ほど前ですかね。ここで8年目ぐらいですかね。やっぱり人の輪ですね。これ比べても皆さんやっぱりそこら辺が輪で作らないと、やっぱり一人がそのなんていうかね、乱れるといい酒造りができません。それが一番和醸料酒ですね。毎年米が変わるんですよ。だからそこで、まあ、初心に帰って一から出直すっていう格好でやってますけど、どうしようかね、万人受けするようなというか、最近の酒ってちょっと香り系が多いでしょ。だからそこでどうやらね、やっぱりみんなに受けるような酒、これは大吟醸で順番にこう並んでますけど、それで一番飲まれてほしいのは純米酒です。パルテンしてないですから、それが一番体には優しいと思います。やはりみんなで一応聞き酒してどういうみんな判断するか、それが一番私の中では思いはみんな作っとって、いや、いつも一番気にかかると思うんですけど、まず毎日天気だったり、室温だったり、湿気だったりっていうので、その一つ一つの要因によって左右されて味が変わるというところがやっぱり生き物の世界で楽しい世界だと思います。うちの杜氏さんは口数が多いタイプではないんですが、たまにパッと閉めるところを閉めてくださるような優しくて厳かな杜氏さんなので、そこは尊敬しているところです。はい、酒はキリがないです。例えば1本作っても10本作っても、やはりそれが独特な個性がありますから、同じような酒はできないですから、だからそこら辺が一番だと思いますけど、大事にするのはやはり若い人は自分のペースで動いてくれるということと、その全体的に気を配る気持ちを配るような仕事をしてくれればいいと思います。だから私はあくまでもその消費者に合うようなのを注意しながらそれで作ってますけど、